はい、こんにちは、スワグでお願いします。今回は、大会仕様のサンダードラゴンを再び、紹介していきたいと思います。4月環境のやつですね。2019年4月環境のやつです。サンダードラゴンはですね、まあ前も組んでたんですけれども、一回ね、崩してしまって、で、もう一回組み直したんですけど、まあ今だとです、なーんか、オルフェの一個下あたりぐらいですかね。強みぐらいが。まあ、というのも、転生炎獣に強いという点と、まあ、ウルタガイストが減ったっていうのも結構でかいでしょうね。ウルタガイストめっちゃきついですから。まあ、今でもちょくちょく見ますけどね、ウルタガイストは。はい、それじゃあもう早速なんですが、そうですね、なんていう、紹介からやっていきたいと思います。はい。まず、雷電竜サンダードラゴン3枚、雷鳥竜サンダードラゴン3枚、雷獣竜サンダードラゴン3枚、サンダードラゴン3枚、雷源竜サンダードラゴン3枚、雷豪竜サンダードラゴン2枚、獣フレンズが3枚、太陽電池弁2枚、ファンタズメイ3枚、エフェドメイラー2枚、増殖する G3 枚、ハルグラー2枚、屋敷嵐1枚、モンスター以上で次に魔法カード、サンダードラゴンフュージョン2枚、闇の誘惑3枚、封印の黄金1枚、ハーピーの羽ぼうき1枚ですね。トラップがありません。はい、じゃあ次に、エクストラ。超雷竜サンダードラゴン3枚、雷神竜サンダードラゴン2枚、リンクリボー1枚、サクリファイス2枚、1枚、常夏の雷サマー2枚、トロメアフェニックス1枚、トロメアユニコーン1枚、セキュリティドラゴン1枚、バレルロードドラゴン1枚、グスタマックス1枚、ジャガーノートリーペ1枚。で、サイドデッキ、スカルマイスター2枚、DD クロー2枚、アーティファクト、ロンギネス2枚、アーティファクトモラルタ1枚、アーティファクトロンギネス1枚、ツインツイスター2枚、サメナーヤ君1枚、虚無空間1枚、王宮の直命1枚、アーティファクト神地が2枚。以上です。じゃあ、やっていきましょう。まずはモンスターから。サンダードラゴン、可能な限り3枚積みました。今の構築をちょっといろいろ見てみたんですけど、雷鳥竜と雷源竜を1枚ずつ抜くのが結構トレンドらしいです。今だと。というのもですね、雷鳥竜とか雷源竜は初動より、初動にはならないんですよね。なんかいないとダメだから、スタンドから切るのがないとダメだから。で、やはり優先されるのがここになってしまう。なので、1枚抜くのが大事なんだけど、自分的には先行を取って何も動けずに終わるっていうのが最悪だなぁと自分思ってて、ですので可能な限り積んで、まあ後攻から返すことを優先するよ、ハンドルを揺らすよって相手を止めることを優先するよりも先行で確実に動ける方を優先したいなと思って3枚ずつ入れることにしてました。で、雷豪竜、これも今めっちゃ強いですよね。今これめっちゃ強いですね。なんでこれ強いんだよこれ。うん、でもまあ僕的には雷豪竜めっちゃ好きだから超好きだから複数入れられるこれ好きですよね。3枚はちょっと多かったかなって気がする。で、獣フレンズ。本来は、自分入れてなかったんですよ。あんまり、なんて言うんです?買いたくなかったから。新しいカードを。買いたくなかったから、あんまり、考えてなかったんですけども、やっぱしね、闇の誘惑の玉としても必要だし、まあ、貴重な初動カードプラス、回収ができるっていうのはでかいですよね。封印の黄金室を、が1枚になったことによって、結構な感じで、やっぱ初動の安定性が減ったから、まあ初動カードは入れるべきだなと思って。太陽電池面よりかは、むしろこっちの方が、なんていう優先度高いなと思ってます。太陽電池面 G 食らうとほんと半端なくきついんで。で、太陽電池面が2枚。ここは今まで3、いやというか3にしてここ0だったんですけども、まあ、獣フレンズ買ったので、こっちに来ました。で、ファンタズメイが3枚。これもファンタズメイ、今の環境だと。ハンド威圧可能な限り必要というので、いる。で、プラス、ファンタズメイの副次的な効果として、サンダードラゴンをここら辺を複数被ってしまったものを2枚戻せるっていうのがありますね。1枚戻せるっていうのがありますね。で、エフェクトベイラー2枚、増殖数字3枚、ハルラ2枚、屋敷嵐1枚。そうだね、屋敷嵐は、個人的にはどうなのかな。まあ、自分ほら、これ、墓穴の指名者入れてないですから、相手の墓穴の指名者に対してのカウンターとして使えるかなと自分では思ってるんですよね。だからファンタズメ1枚にで屋敷嵐もう1枚でいいかもしれません。ただまあ自分は闇の誘惑の除外する弾、コスト弾をどうしても増やしたかったので、闇属性のハンドウィアズが欲しいなと思って。前はここスカルマイスだったんですけどね。で、サンダードラゴンフュージョン2枚、闇の誘惑が3枚。ここはいいでしょう。サンダードラゴンフュージョンも、あれですね、アド回復のために2枚は確実にいるんじゃないかなと思います。で、封印の黄金室1枚、ハーピーのアドウィア1枚。他にですね、例えば強欲で貪欲な壺、あるいはトラップで、虚無空間無限包容、他魔法カードで必要なまあやっぱ墓の指名者とかなんですけれども、やっぱ初動の安定性が欲しかった。どっちかというと初動の安定性が欲しかったんで、初動カードを多くしてサンダードラゴンも可能な限り積むようにしましたね。まあただこの構築だとやっぱハンドに握れていないと、まあオルフェゴールとかあたりきついかなっていう
きます。はい、次が、エクストラ。超雷竜3枚、雷神竜2枚。雷神竜が2枚なのは、個人的に2枚で十分かなと思った点と、雷様を2枚入れたかったからです。雷様、ちょっと2枚欲しいと思う時ないっすか？僕結構あったんですよね。1枚で足りなくないって気がする。あと、ま、単純にもう一個欲しかったのが、もう矢印こうなってるのが欲しかったんで、もう個人的には、もう雷様と、あと、ま、この辺、セキュリティドラゴンとか抜いて、ま、サイフレームロードとか、あるいはデスポリスとか、あのあたり入れてもいいんじゃないかなって気がします。見習い魔女は闇属性という縛りがありますからね、それがちょっときついかな。ま、それだったら縛りのない矢印2つを入れた方がいいと思う。で、リンクリボン1枚、サクリアさんアニマ1枚。ここもまあ、まあ絶対いるでしょう。さすがに。サクリアさんアニマは特に、まあ、時々見る時々見るって言い方おかしいな。転生炎獣相手にね、やっぱし、雷原竜1枚で除去できるっていうのは結構でかいと思うんでね。で、トコナツは神田さんアニマ2枚、トロイマユニコーン1枚、トロイマフェニックス1枚、セキュリティドラゴン、バレルロードドラゴン。ここもまあ、いいかなぁ。で、グスタフマックス、ジャガーノトリベ。ここ、いいよね、これ。これいいよね。シーズ使えるっていいよね。かっこいいよね。これでとどめさせたらすごいいいよね。ただまあ、ジャガーノトリベ、そんな出す時あるかなって気はしました。大体の場合、グスタマックスで止まるからな。まあ、グスタフマックスに、ベーラークラッター後のケアとして必要かなと思うんですけど、すげえもったいない気はするからな。ベーラークラッター後。どうやったってベーラーとか無限法要を食らわない時にやりたいかなって気がするんで。で、サイドガード、スカルマイスター2枚、DD クロ2枚、ハンドイヤツをとりあえず入れるとして、ここの2か2枚ぐらいは、まあ、鉄壁でいるかなと思います。で、アーニファクト、ロンギヌスと、モラルタ、デスタイス。というのも、ここは新地ですね。新地から呼んでくるようで、先行で入れるカードを欲しかったっていうのは、まあ、ぶっちゃけ、ほら、ここって、ここでも入れますから。でも先行でも欲しい時あるから。だからまあ、先行で入れるカードが、高校で入れるカード多すくなりすぎて、先行で入れるカードあんまないじゃんってなってくると厳しかったんで。やっぱ、まあ、トラップがそういう意味じゃ必要。で、冷めない悪夢、虚無空間。虚無空間もメインで入れてもいいかな。直面はともかくね。ただ直面クッソ強いね。この攻撃の直面。この時の直面はクッソ強いですね。で、アーティファクトの新地か。はい。で、こんなとこかな。いやー、まあ、サンダードローン、いろいろ楽しいデッキ、うん。やっぱし、握ってみると、握って分かってくると、楽しいですよね。はい、それじゃあ、アクテガのサンダードローンのデッキ紹介でした。もしよろしければチャンネル登録並びにコメント、高評価もよろしくお願いします。バイバイ。